宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校から見た、鏡山山町。左側に五ヶ瀬中継局、右側に素養中継局がある。五ヶ瀬中継局は、宮崎県西臼郡五ヶ瀬町の鏡山にあるテレビ放送の中継局。鏡山には、熊本県の放送局が素養中継局を設置しており、五ヶ瀬町内では、 熊本県の放送局の電波も同時に受信することができる。国加瀬町は宮崎県内で最初にテレビ放送が視聴できた地域であり、宮崎県庁から最も離れた辺境の地でありながら、テレビ環境においては最も恵まれた地域である。1958年に NHK 熊本放送局が熊本市の近方山からテレビ放送を開始した時から受信状況は 決して良好とは言えない状態でありながらも、五ヶ瀬町内では、近郊山からの電波が受信されていた。1960年代に NHK 熊本放送局は鏡山に、ソヨ中継局を設置し、五ヶ瀬町の一部地域でもテレビ電波を良好に受信できるようになった。熊本県の放送局のみ視聴できた時代の逸話として、熊本県知事の名前は知っていても、 宮崎県知事の名前は知らないというものが残されている。NHK 宮崎放送局が鏡山とま姿、山に五瀬中継局、北五瀬中継局を設置したのは1967年で、あったが南市町地域も多く残されており、これらの地域では1970年代にかけて共同受信設備が設置された。民間放送局が五瀬 北五ヶ瀬中継局を設置したのは1979年初頭のことであり、熊本県の民間放送局しか視聴できない期間が10年以上続いていた。地上デジタルテレビ放送の中継局は2008年7月から11月にかけて北五ヶ瀬素用五ヶ瀬の順で設置された。ここでは五ヶ瀬町内のテレビ事情に関連した事項も掲載する。 MRT インク5カセ中継局 NHK は1967年、MRT トンクは1979年開局。開局日はすべて北た5カセ中継局と同日、2011年7月24日に運用終了。ありがとうございます。